た。なんか映ってる。さてと、今回は、また勝ってしまったか。皆さんこんにちは、黒木ひとみです。今回なんですけども、前回の動画で動作確認しましたこちらのパソコンなんですけど、搭載されていた CPU Core i5-3470、 そしてグラフィックボード GTX650、 さらに 550W の AT ブロンズ認証の電源については問題なく動作することが分かりました。で、電源が入らない症状というジャンクだったんですけども、原因はですね、このマザボだろうということが分かりました。今回の動画では、このマザボどこが悪いのか、分からないとは思うんですけども、ちょっとじろじろ観察して、もし直せそうだったらいいけどね、ちょっといろいろとやってみたいと思います。で、このマザボなんですけども、前回の動画でも紹介しましたが、アスロックさんの H77 Pro 4M ということで、 IB ブリッジ世代のマイクロ ATX マザーボードとなっております。前回試したことといえば、 CPU の交換とかね、その辺しかやってないです。あとは CMOS クリアも試しましたが、全く通電しませんでした。動作確認に使う電源はこちら、クロート指向の 600W 電源ですね。 CPU は Core i5 の3340を載せておきます。これは取り外した CPU とは別ですね。そして、じゃ CPU ファンも差しておきましょう。では電源入れてみます。よいしょ。やっぱり反応しませんね。ではまずは、なんか変な部品焼けたりとかしてないか見てみますか。いい。ピン折れあるかな。ピン曲がりやピン折れは特になさそうです。一通り見てみたんですけど、全然わかんないですねもっと分かりやすく、いかにもな焼損している場所とか破裂しているパーツがあればすぐここだなって分かるんですけど、そんな分かりやすいことってほとんどないですよね。とりあえずショートとか見てみようか。コンデンサーもグラウンドに落ちないな。ショートはしてないのかな。CPU。ダメだ。わかんねえ。わからん。破裂、焼損ないかっていうのをいろいろ見てきたんですけど、全くもってわかりませんでした。回路を覆うような技術もないんですよ。にわかジャンカーなんでね。Real motherfucking street junker 並びににわかジャンカーお常時なんで、ちょっとね、なんか見た目怪しそうなところを一応顕微鏡で覗いてみたいと思います。なんだろう、MOSFET っていうのかな？この辺がね、サビっぽいんですよね。この辺ですね。ちょっと今顕微鏡でしますね。これ、綺麗ね。綺麗なら、瑠璃色。こんなんとか、浮いてるような気がしないでもない。この辺のものもなんですけど、この辺のやつら。全体的にこんな感じ。なんかもう見た目でもやばいですよね。なんでどうにもならないと思いますけど、念のためですね、モリモリしてみます。それ以外はもうさっぱり意味不明。
一通り盛りましたが、意味ないですね。確実に。いろいろ判断もしてみましたが、さらにですね、一応コメント欄の方で CMOS 電池、これがもしかしたら悪さしてんじゃないかっていう意見もあったんで、一応変えておきます。あんまりね、電池ないから通電しないっていうのも聞いたことないけどね。あんまりね、電池ないから通電しないっていうのも聞いたことないけどね。できることは全部やっとこうか。こうして、お、はい、取りました。クロムダイソー、はい、入れました。はい、出しました。とりあえずクーラーもつけてないけどね、電源回るでしょう。ちょっとします。通電したらこっち回るはずです。いや、あ、回った。マジで回った。これ何したっけ。来ました。これもしかして、ここのハンダ盛り直したのと電池も変えたんですよね。忘れてたけど、電池戻してみます。もしかしたら電池が原因の可能性もあるのかな。あ、回らない。電池戻したら回らないよ。電池戻します。あ、動いた。電池が原因ってこと。動いたぞ。もう一回、これがもともとついてた電池。そしてショートします。動かない。 CMOS 電池か。もう一度新品に戻しました。電源オン、そしてショートします。動くよ。電池だ。ショートしてるとか。ハンダ全く意味なかったな。うそーん。通電しないマザーボードは電池が壊れてるだけってこともあるってこと。とりあえず映像出るか確認します。電源オン。え、来たんじゃない？黒くなってるもんね。映像は出ない。映像は出ない。あ、電源落ちた。もう一回回った。メモリを挿してみ、挿す場所変えてみるか。電源オン。で、来た。回り続けてる。落ちなくなった。来るんじゃないか。来たかもしれん。OK。OK、OK。クーラーつけるの嫌なんで。もう一回、頼む。はい。来た！今一瞬映ったね。一瞬映って落ちてたけどな。バイオスかな？とりあえずバイオスやってみようか。バイオス確認しよう。ここにありますね、バイオスのチップが。ロムライターですね。いつもクリップでやってるんですけど、今回はそのままね、取り外せるタイプだったんで、そのままつけます。こんな感じかな。クリップでしかやったことないからよくわかんないですね。こんな感じかな。接続してみたいと思います。USB に接続すると赤いランプが点滅しますね。今回使っているロムライターが CH341A というチップを使ったロムライターなんですよね。なので私が今回使うものも CH341A プログラマーというものです。接続されないな。チップの向き逆でしたね。画面を見ると1ピンこっちだよって書いてますね。お、これで読み込まず。大丈夫です。ではこの状態で検出を押します。検出、それとこちらにですね、 BIOS が入っているチップのマニファクチャーとかが表示されます。で、この状態で、検出された状態で読み込みます。それと読み込みが始まります。結構時間かかりますね。で、これで読み込み完了しました。
なんかいろいろ書いてますが、私には分かりませんね。なんか情報がいろいろ入ってるみたいです。型番入ってるけどね、大体ね。H なんたらとか書いてないんだね。とりあえず読み込んだ内容を保存します。保存。アスロックフォルダを作りました。ここに A で保存します。次に、BIOS。インスタントフラッシュ。インスタントフラッシュの方だね。この名前ビンファイルに変えとこうか。なんとなく変えました。OK。じゃあこれを焼いてみましょう。チップの内容を消去します。消去。チップの消去に成功しました。ブランク確認してくださいと出ました。ブランクを押します。で、今読み込んでますね。はい、チップは消去されています。と出ました。書き込むファイルを開きます。こちらですね。H7P4M2BIN。はい、開きました。書き込んでいきます。書き込み。書き込み完了したようですね。ベリファイしていきます。ベリファイすることで、書き込んだ内容とロムに記録された内容が同じかどうかを確認することができます。ベリファイしました。じゃあ終了します。これでチップの内容は書き換えられたはずなので、マザーボードに搭載してみましょう。BIOS が問題じゃないと思いますけどね。BIOS が問題じゃないと思いますけどね。オッケー。しゃ。では電源を入れてみたいと思います。スイッチオン。クリア。回った。映像は来た。なんか映ってる。コピーライトアメリカンマグネティック。え、映ったよ。 CMOS でタイムナットセット、プレス F2O は出る。来た。映った。ということは、なぜかこの CMOS 電池のせいで BIOS は壊れてしまったんだ。だから電池を交換して BIOS を入れ直したら治ったと。キーボードね、つなげました。じゃあ電源入れます。よいしょ。お願いしますよ。映ってくれ。映った。はい。BIOS 来たー。Core i5-3340 でメモリ 4GB 認識してる。よし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 。とりあえず一回終わります。じゃあですね、こちら PC ケース、こちらの PC ケースに組み込んでいきます。じゃあその前にまずこのサブ PC から外していきましょうか。全部パーツ取っちゃったんで。ちょっとつけてみます。はい、はい、というわけで組み上がりましたので電源を入れてみたいと思います。セッティング完了しました。またもやキャプチャーボードに移してます。移った。よーし、移った。ちゃんと前面のフロント USB も反応してますね。あと Windows が起動するかどうかですね。うん、起動しました。素晴らしい、バッチリですね。はい、というわけでベンチマークとかね、いろいろやったんですけど、またもや失敗してました。撮影失敗してました。このジャンクな性格を直さないといけない。まずは誰か修理してくんないかな。というわけでなんか電池が原因で起動しなかった説が浮上してるんですよね。今新品の方だと全く通電しない、結構無限大ってことか。で 3.3V、 これが正常で、こっちは抵抗を測ると 4.何オームだね、 4.7 オームぐらいで、電圧 300mV、 どん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 下がっていってる。やっぱダメなんだね、この電池が。電池が故障してんだ。
OK。じゃあ、シネベンチやっていきます。Windows ライセンス認証気になるな。結果出ました。1024ポイントということですね。そして、次に FF ベンチ。最高品質のフルスクリーンモードで試します。まあ、負荷をかける。前回の動画では普通に乾燥してましたね。評価下がっちゃったね。CPU の性能は上がったけど、なぜか GPU は下がっちゃった。ようわからんの。マザボはしっかり動いているという形だと思います。はい、というわけで、今回修理成功したパソコンなんですけど、まあ、こんな感じですね。これ、多分カードリーダーが入ってたんだと思うんですよね。どっかジャンク探して、はめ込めばまあまあまあ、見栄え悪いだけになるかなという感じですね。で、側面パネルなんですけど、どっかホームセンターかどっか行って、アクリル板をこのサイズにカットして、まあ、どうにかして、アクリル板だけでもはめれればいいかなと。まあ、こんな感じですね。インウィンマークも光ってるし、いいかな。ここね、5インチ弁、あ、3.5 インチ変えられないんですよ。この、ストレージ入れね。なんで、これも変換アダプター、チャイナの2、300円の安いの買って、この中入れればいいかな。ジャンクで買ってきた不具合を起こしてしまい、その怖いパーツとかはこれで、まあ、動作確認用で、とりあえず毒味係として使っていければなと思ってます。さてと、今回は、また勝ってしまったか。敗北を知りたい。というわけでなんですけども、今回も修理成功しました。いつになったら敗北を味合わせてくれる強敵が現れるのか、楽しみで仕方がありません。やはり、勝者は孤独なんだなと。いうことが分かりました。常に勝ち続けること、それは同時に孤独を味わうこと、そう思うんですよね。一つ今回の、ジャンク品で分かったことは、 CMOS 電池の不具合一つでマザボは起動しなくなることがあるんだっていうことが分かりましたね。でこれを交換するだけで通電するようになる可能性があるっていうことが分かりました。さらに、この電池の不具合によって、BIOS 自体飛んでしまったということなんですよね。だからこの電池一つで二つの不具合を起こしてたんですよね。マザーボードに通電しない。さらに BIOS も飛ばしてしまってる。だからマザーボードの不具合があった場合、通電しないっていう時、全くうんともすんとも通電しないっていう時は、まず電池変えてみるっていうのは手ですね。これだけで通電するようになるかもしれないです。はい、というわけで今回もですね、ご覧の通りお成就公式戦績記録については勝利ですね。公式戦でいくと、20、40、50、55、まあ55戦無敗という形になってますけども、非公式の試合なんかも私、まあ、ストリートジャンカーなんでですね、ストリートでの試合も合わせると、まあ、400戦無敗です。いわゆるまあ、ヒクソン・グレイシーと同じ戦績ですね。今日は美味しい酒が飲みそうだ。ジャンク品とかね、いろいろいじってますんで、他の動画もぜひ見てください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。